それは人生100年時代への突入です。そんな消極的な感じであと40年も50年も生きて楽しいんですかっていう気持ちに、でも上の世代って何も分かってないな、古いなって感じたあの感覚は、決して間違いではなかったとも思うんですね。皆さんこんにちは、山林です。今日もありがとうございます。今日は50代になってから人生がどんどん豊かに自由に幸せになっていく大器晩成型の人と、逆に50代になってから人生が右肩下がりになってしまう人の違いについてお話ししたいと思います。僕は職業柄今まで10年弱人生の師、メンターもそうですし、あとクライアントさんたちも含めてかなりの数の方と対話したりやり取りしてきたんですけれども、その中で50代ってものすごく大切な期間なんだなって感じるんですよね。実はこのチャンネルを見てくださっている方で一番多い年齢層が45歳から55歳で、そして2番目に多い層はこれから50代を迎える35から45歳の年齢層というのも今回の話をする一つのきっかけになっているんですけれども、それでなくてもですね、50代という期間は人生においてかなり重要な期間にあたります。ということでここからは50代という期間を人生で最も大切に過ごすべき根拠と理由について、それから50代が人生で一番苦労する期間になってしまう人の3つの特徴、それから50代60代の成功者をたくさん見てきたからこそ分かる50代でむしろ苦労が終わって人生がどんどん好転していく人の3つの特徴について分かち合いしていきたいと思います。それから今日はあまり触れる予定がないんですけれども、50代の苦労はお金の問題が圧倒的に多いという統計がありますので、こちらに幸せなお金の引き寄せをマスターする山林の公式 LINE のバナーを表示しています。こちら借金400万円の不法労働者時代から毎年宝くじ高額当選級の資産を引き寄せられるようになった秘訣を余すところなくお伝えしていますので、スピリチュアルなお金持ちになりたいという方は今すぐに動画概要欄、コメント欄、こちらの QR コードからご登録ください。ここ最近インスタなんかでもこのコンテンツの口コミをシェアしているんですけれども、マジで受け取らないと損です。たまにこの LINE に登録することさえもちょっと勇気がいりますとか、プレゼントしているウェビナーへの参加もおじけづいて躊躇してますみたいなね、そういうメッセージをいただくこともあるんですけれども、もうねこのレベルのことで躊躇してほしくないなって思っています。今日の話の内容も50代ということなんですが、人生一度きりですし、みんないつか死ぬわけじゃないですか。明日が来るかどうかって本当にわからないんですよ。せっかくこの地球に生まれてきたんですから、できる限り早めに 100% 満足する人生を引き寄せた方が残りの人生楽しく生きられるんでお得だと思います。後回し先送りは本当に運気を下げますので、是非まずは登録していただいて金運の診断テストから始めてみてください。はい、では本題に入ります。50代という期間を人生で最も大切に過ごすべき根拠と理由なんですが、僕も20代とか30代前半の頃はそこまで50代について考えることがなかったんですけれども、徐々にこれは30代の頃から50代になる自分を意識した方がいいぞと強く感じるようになったんですね。その根拠たくさんあるんですけれども、今日ご紹介したいのは50代で健康を損なう人がすごく多いということです。もちろん50代でも健康的に過ごす人もいるんですけれども、それこそ50年間生きてきた中でどれくらい自分を大切に扱ってきたのか、どれくらい健康に気を使ってきたのかの差がはっきりと分かれるっていう、そういうタイミングなんですね。だからこそ今20代30代だったとしても、50代をどう生きるのか、どう生きたいのかをちゃんと意識しておくこと、決めておくことってすごく大切なんじゃないかなって思うんですね。50代で起業した方が20代とか30代で起業するよりも成功率が高いというデータもあるんですけれども、これも健康であってこそできることですから、50代健康的に過ごせるように事前に対策をしておく必要があると僕は感じています。もう一つ、50代という期間が大切な理由、それは人生100年時代への突入です。日本人は世界的に見ても長寿ですが、これからも寿命が伸びていってやがて人生100年時代になると言われていますし、僕もそのつもりで人生プランを今から考えています。今までだったら50代を経て60代で定年して、だいたい70代とかね80代まで生きるっていうのが多くのケースだったと思うので、50代っていうのはまさに初老みたいなイメージがあったと思うんですけど、これからは100年時代ですから、50代っていうのは人生の折り返し地点に過ぎないという位置づけに変わっていくんですね。イメージ的にはこれまでの35歳とか40歳とかがこれからの50代という感覚になっていくはずです。なので50歳になった時点でまだあと50年人生は続くわけなんですね。まあ、100歳まで生きるんだから50代から人生本気になっても全然遅くないわけなんですけれども、結構この人生100年時代を見越して50代を迎えるっていう人と、今までの常識そのままで50代を迎える人では動きが全然変わってくるんじゃないかなって思うんですね。100年時代を前提に50代になる人は、今まで培ってきた経験や成果をもとにあと50年間どう楽しんでいきようかっていうふうにね、前向きに考えられると思うんですけど、50代を初老だっていうふうに捉えている人は50代から老後を意識し始めちゃうんで、大きく挑戦する気持ちにもそんなになれないんじゃないかなって思いますし、実際まあ僕のクライアントさんとか視聴者さんも50代の方すごく多いんですけれども、なんかもう人生諦めちゃってるよって人が結構いらっしゃるっていうのは実際感じてるところなんですね。もったいないなって思いますよね。50代で人生諦めるって、100歳まで長いんで人生そこから50年つまらないと思うんですよね。ここの二極化が最近すごい進んでるんじゃないかなっていう気がしています。50代を人生の終盤というふうに捉える人と、100年時代の折り返し地点と捉える人では意識も行動も全然違ったものになっていくんですね。そういう意味でも今、そしてこれから50代をどう意識して過ごすのかが、その後の人生の大きな差になりそうです。ざっくりこんな背景がある中で、50代苦労の期間になってしまう人と50代からどんどん人生が好転する人の違いですね。ここからはこの話をしていきたいと思います。まず1つ目は、そのままなんですけど、健康であるかどうかの違いです。いくら人生100年時代になったからといって健康寿命が伸びるかどうかははっきり言ってわからないというか、今の日本の現状を見ていると健康寿命はおそらく伸びないんだけど、でも寿命だけは伸びるっていうことになるんじゃないかなって個人的には懸念しています。今でも日本人は寿命が長いというだけで健康寿命は別に長くないよねっていうデータが出ていまして、これは言い換えるとですね、不健康で人生楽しめない状態なのに延命されているっていうことですので、これでは幸せな人生、幸せな国とは言えないと僕は思うんですね。僕は健康寿命が最も大切だって思っているんで、30代の今から結構いろいろ健康法をやっているんですけれども、先日はですね、実年齢今年で39歳なんですが、クリニックで体内年齢を測定してもらったところ、体内年齢は23歳ということでした。もちろんこれだけが指標の全てではないんですけれども、一つの目安にはなりますよね。僕は50代時点で体内年齢20代というのを目指していますので、ぜひ20代から40代の方は健康になるためにできる準備を今からやっておくといいんじゃないかなって思います。もちろんもうすでに50代60代の方は早急に人生100年時代を見越して自分自身のメンテナンスに取り組まれてください。寿命はほっといても技術の発展で伸びるかもしれませんが、健康寿命は日々の生活の結果ですので気をつけたいところですよね。僕がどんな健康法をやってきているのかについては、それこそ全部話し始めたら多分5時間とかね、かかると思いますんで、目覚めの学校の方で聞いてみてください。50代の時の健康状態がその後の人生の明暗を分けるもう一つの理由として、50代になると何らか健康に課題を抱えるケースが多いということもあります。なので同世代の人たちがみんな体力が衰えていくということなんですよね。もしくは病気でね、ハイパフォーマンスが出せなくなる人も増えてきます。でもそんな中、自分は20代並みに動けるということになると、やっぱりどんどん周りに差をつけることもできるわけなんですね。別に差をつけることが目的ではないんですけど、でも50代の経験値に20代の体力があれば最強なんじゃないかなって僕は思ってますので、やっぱり健康であるかどうかが50代の明暗を分けると感じています。2つ目の50代以降苦労の人生になってしまう人と最高の人生になる人の違いは、50代を老後の一歩手前と捉えるのか、それとも人生の折り返し地点と捉えるのかの違いです。これはね、冒頭もちょっと言いましたよね。僕もこういう発信をしていると、もう50代だからそこまでできませんとかね、もう60代だからそこまでは求めてませんみたいなことをおっしゃる方結構いらっしゃるなと感じるんですけれども、さっきから言っているように、これからは人生70年とかね、80年じゃなくって100年続くと言われているわけですね。そんな中、50年しかあるいは60年しか生きていないのに、もう諦めて挑戦をやめたり望むことすらやめるっていうのは単純にもったいなくないですかって話なんですね。そんな消極的な感じであと40年も50年も生きて楽しいんですかっていう気持ちにやっぱりなってしまいますので、やっぱり50代という期間をどんな期間だと位置づけているのか、その人の信念が人生の全てに反映されるタイミングだって思うんですよね。というか人生100年時代じゃなくてもケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダースさんなんか有名ですよね。65歳で KFC を起業して世界的な成功を収めていますし、あとは日本人はあんまりこれ知らない方多いのかなというふうにも思うんですけれども、グラム・モーゼスっていうアーティスト知ってる方いらっしゃいますかね。アメリカ人のアーティストなんですけれども、このグラム・モーゼスも70代から絵画を始めて、そして世界的な成功を収めています。あとはさっきの KFC のねインパクトが大きすぎてスルーされがちなんですけど、マクドナルドの創業者も52歳で初めて起業していますからね。日本人だと安藤桃福さんはほぼ50歳、48歳の時にチキンラーメンを開発して社名を日清にしています。日本地図をはじめに作った伊能忠敬も51歳でその世界に入って、56歳から今の北海道で測量を始めて72歳までその仕事を続けています。これ当時江戸時代ですからね、今だったらそれこそ80代で新しいことを始めて100歳になるまでその活動を続けるくらいの話です。こんな風に50代で新たな挑戦をして最終的に歴史に名を残すほどの成果を上げる例は今までもあったんですけれども、これからはますます50代60代から何か新しいことを始めてどんどん成功していく人が増えるっていうのは間違いないと思います。このことを忘れて50代から守りに入る人っていうのはすごくもったいないと思いますよね。3つ目の50代以降が苦労の期間になってしまう人と50代から花開いていく人の違いは、学び続けられるかどうか、特に自分よりも若い人から素直に学べるかどうかで決まります。僕も今年30代最後の年になるんですけれども、特に最先端の物事にはやっぱり20代とか30代前半の人たちの方が理解が早いし、ビジネスチャンスもこの世代から生まれることが圧倒的に多いと感じています。ここ数年そこそこ起業家として結果を出している僕でも、20代の人たちには発想だったりスピード感の部分ではやっぱり勝てないと痛感しているんですね。ただ発想やスピード感が全てというわけじゃなくて、新しい発想と経験値やそれまで培ってきたベースの部分をうまく組み合わせることができると最強だなって感じています。例えば最先端の SNS が登場したとして、それを真っ先に攻略してノウハウ化するのはまず20代なんですね。今だったら10代の人でもそういうことはするかもしれません。ただ顧客対応とかリスクヘッジとか、あとはビジネスの管理とか運営の部分に関しては人生経験の方が影響するんですね。特に日本では文化的な背景もあって、50代になって今更若い人から何か学ぼうって思えない人が多いような感じはするんですけれども、やっぱり僕これもったいないなって思っているんで、自分よりも半分くらいしか生きていない人から素直に学べる、そんな50代になりたいものだなといつも思っています。50代になるまで真剣に生きて必要な経験をたくさん積んでからは、自分よりも若い人たちからその時々の最先端を学ぶっていうことですね。これはビジネスとか仕事のことだけじゃなくて何にでも言えることだと思います。振り返ってみると、僕も10代とか20代前半の頃は自分が最先端に触れていたんで、親世代なんかのことを古いなとかね、こんなことも知らないんだなとかね、なんでそんな古い考え方なんだろうって思っていました。でもきっとね、皆さんもそうだったと思うんですね。もちろん若い分上の世代の事情だったり苦労を知らないっていうのもあると思うんですけれども、でも上の世代って何も分かってないな、古いなって感じたあの感覚は、決して間違いではなかったとも思うんですね。あれから15年20年くらい生きて、若者と年配の方、昭和と平成世代のちょうど間くらいにいる今感じることとしては、若者の最先端への嗅覚と実績者の経験則をうまく組み合わせることができれば最強ということです。実際僕もここ最近 SNS 運用について学ぶのは圧倒的に年下の方からの方が多いですし、あとは AI 関連のことをね教えてもらうのも10個以上下の方とかからなんですよね。ということで最後3つ目の50代の明暗を分ける要因は、自分よりも若い人から素直に学べるかどうか、そして最先端と経験値をうまく融合することができるのかということで、50代以降最高の人生にできる人と苦労する人の違いについて今日はお話しさせていただきました。この3つを心がければ30代40代よりも充実した50代を送ることができます。1つ目、50代を超健康体で過ごせる人はそれだけで周りに差をつけることができます。それから2つ目、これからは50代っていうのはただの折り返し地点です。60代で老後はやってきません。100年生きる時代になりますので、老け込むのには早すぎます。最後3つ目、50代以降の世代こそ20代や30代から学び続けてください。自分が50年生きてきた経験と最先端を組み合わせれば鬼に金棒です。では今日の動画が良かった、面白かったと思っていただけましたら、ぜひいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。スピーチャーリッチ3輪がお届けいたしました。あなたの大成功をお祈りしています。